上座部仏教、上座部仏教、上座部仏教は仏教の分類の一つ。上座仏教、テーラワーダ仏教、テーラバーダ仏教、上座とは参加内で尊敬される、陸のことで、長老王とも簡略される。スリランカ、ミャンマー、タイ、カンボジア、ラオスに広まり、パーリーゴ仏典を受け持ちする上座部仏教は、南伝仏教とも呼ばれ、 パーリ語の三蔵を伝えていることからパーリ仏教とも言う。東アジア、チベト、ベトナムへ伝わった大乗仏教、北伝仏教とは異なる歴史経過をたどった。正乗仏教と呼ばれることもあるが、南伝仏教側の事象ではなく、そのように故障するのは不適切とされる。仏教は一般に初期仏教、部派仏教、大乗仏教に分類される。 武派仏教とは、初期仏教教団の根本分裂によって、上座部と大衆部が生じ、これが、さらに分派して、多くの武派が分立した時代の仏教を総称するために、明治期の日本で使われ始めた、仏教学用語である。今日の南方諸国に伝わる、上座仏教は、上座部、テイレバーダの名をもって自ら認じており、武派仏教時代の仏教の末裔とされる。 近代以降にジョーザブ仏教と呼ばれるようになった仏教の源流はスリランカのジョーザブである他の部派は消滅。歴史上スリランカジョーザブには3つの派が存在したがそのうちの第二派がタイ、ミャンマー、カンボジア、ラオス等の諸国にも伝わって今も存続している。釈迦財政の仏教においては出家者に対する戒律は多岐にわたって定められていたが釈迦の死後 仏教が伝播すると当初の戒律を守ることが難しい地域などが発生した。仏教がインド北部に伝播すると食慣習の違いから正午以前に宅発を済ませることが困難であった。午前中に宅発、食事を済ませることは戒律の一つであったが正午以降に昼食を取る者や金銭を受け取って食べ物を解消後までに昼食を済ませる出家者が現れた。 戒律の変更に関して、釈迦は、生前、重要でない戒律は、三画の同意によって改めることをしていたが、どの戒律を変更可能な戒律として認定するかという点や、戒律の解釈について意見が分かれた。また、その対つかの戒律についても、変更を指示する者と反対する者に分かれた。この問題を収集するために、会議、結集、第二結集が持たれ、 この時点では議題に上った問題に関して、戒律の変更を認めない、金銭の呪術等の議題に上った案件は、戒律違反との決定がなされた、あくまで戒律の修正を支持するグループによって、大衆部が発生した。大衆部と、戒律遵守の上座部との根本分裂を経て、枝葉分裂が起こり、部派仏教の時代に入ることとなった。厳密ではないが、 おおよそ戒律遵守を支持したグループが、現在の上座部仏教に相当する。その後、部派仏教の時代には、上座部系部派の説一切有部が、大きな勢力を誇った。信仰の大乗仏教が、主な論的としたのはこの説一切有部もしくはそのうちの一派であるとされる。大乗仏教側は、路南に際して、自己の修行により、自己一人のみが救われる症状。 症状ヒーナヤーナ、と呼んだとされる。なお、大乗の語や、御社語のマハーヤーナは、初期仏教の聖典として伝存する、阿ン行の漢訳や、部派教典の論造の漢訳にも見られる。大乗仏教は北、インドから、東アジアに広がった。各部派では、仏説とされる教徒律とが伝承され、それらを注釈した論が作られた、教造、律造、論造の三造。 南方上座部の伝える教蔵、パーリニカーヤは五部に分かれており、小部を除く四つは漢訳の四つの阿ゴ行と一定の対応関係がある。大正新州大蔵へでは、漢訳の阿ゴ行は、阿ゴ部に集裁、北区行など一部は、本苑部他に収造。論蔵、二は、神座部仏教が受け持ちする七種の論蔵と、漢訳された、節一切右部の七部の論蔵があるが、 両者に共通点がないことから、部派仏教時代以降の確立とみられ、論争の成立は、部派仏教の大きな特徴の一つである。この時代には、阿ルマ、馬、ルマに対しての遺体法とは、論書を指した。各部派において、それぞれの論を通じて、教義の整備が進められた状況があったと考えられ、部派仏教を、阿ダルマ仏教と呼ぶこともある。なお、中国、チベット、ベトナム、 朝鮮、日本等の地域に伝わったのが大乗仏教で、いわゆる北伝仏教である。南アジアに存在した諸部派のうち、スリランカを本拠地として、インド本土へも進出したジョーザブ、セロバーダを名乗る一派が、今日に至るまで存続している、カミザブ仏教の源流である。スリランカジョーザブは、紀元前3世紀にインドから、 ジョーザブ系の一部派が伝わったことに始まるとされる。スリランカの伝承では、当地に仏教を伝えたのは、マウリア朝のアショーカ王のシモッカリプ・ティッサの弟子にして、アショーカ王のコマヒンダであったという。スリランカジョーザブの成立年代は、考古学資料等から紀元後3から4世紀と推定される。5世紀には、南インドから来島したブッダゴーサが、 正常道論をはじめとする注釈文系を編纂して、上座部の教学を体制し、その後もダンマパーラ等の学賞が南インドで活動していたことから、スリランカ上座部のネットワークが当時の南インドに広がっていた様子がうかがわれる。12世紀には、スリランカの国家政策によって、当時の上座部参派は大乗を非物説として退りける、大事派に一本され、その結果、 大乗仏教はスリランカから一掃された。神座部仏教はミャンマー、タイなど、東南アジア方面にも伝播した。南伝仏教という故障はこの背景に由来する。ミャンマーでは11世紀にジョーザ部のサンガが招来され、13世紀にはタイとカンボジアにもスリライカジョーザ部が伝来した。その後、大公益時代に成立した東南アジア省を朝では、王権の主導によって、 神ザブ大事派が主流の宗教となった。現在ではスリランカ、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアの各国で多数宗教を占める。また、ベトナム南部に多くの信徒を抱え、インド、バングラデシュ、マレーシア、インドネシアにも少数派のコミュニティが存在する。アジアの上座部ザブ仏教圏のほとんどは西欧列教の植民地支配を受けた。そう国で支配地の文化研究が 植民地政策の補助として奨励されたため、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教の経典、経典の文献学的研究は、イギリス、スリランカとミャンマーの旧宗主国を中心に、欧州で早くから進んだ。ロンドンのパーリテキスト教会から刊行された、パーリ三蔵 PTS 版過去の仏教研究者の最も重要な地位を占めた。その後イギリスは、 植民地の創始国としての地位を創出し、大学でも日本のようなインド哲学家が設置されることはなく、サンスクリット語研究はオックスフォード大学で細々と行われている。一方で、欧米人の中からジョーザブ仏教のビッグになるものや、また、スリランカでは大学を卒業し英語の堪能なスリランカ出身のビッグが心となり、公用語はシンハラ語とタミル語。 連結語として、英語も憲法上認められている大学という枠組みの外で、パーリサン蔵ウの翻訳が活発である。一方で、イギリスの旧植民地のスリランカやビルマ、タイから移民や難民がアングロサクソン系のイギリス、カナダ、アメリカ合衆国、オーストラリアに大規模に流入した関係で、欧米への不協伝道も旺盛に行われている。欧米には、 チベット密教系や東アジアの全州系と並んで、あるいはそれ以上に数多くの神座部仏教の寺院や団体がある。神座部仏教では、愚足会、出家者の戒律を守るビク、僧が、サンが、教団と彼らを支える在家信徒の努力によって、初期仏教教団、つまり釈迦の教えを純粋な形で保存してきたとされる。しかし、 各部派の移動を10日に捉え、漢訳、チベット語訳三蔵に記録された部派仏教の教えや、さらに近年パキスタンで発見された部派仏教系の経典と上座部のパーリ経典を比較研究する仏教学の立場からは、神座部は部派仏教時代の教義と実践を現在に伝える唯一の宗派であると評価されるに止まる。大乗仏教では、 広大の仏説ごとに仏典が作られたが、神座部仏教では同一の内容、新原文字など、各民族の文字によって記したパーリ山像が継承されている。神座部仏教の仏典は読む書物というよりも、読む書物であり、声を介して仏典を体に留める伝統が培われた。仏典の継承は、九樹によって行われるため、解放の継承は、文字経典を求めるより、 会や教説を体得した僧侶を招く形で行われる。教義では次のようにされている。限りない輪廻を繰り返す性は苦しみである。この苦しみの原因は無明によって生じる執着である。そして無明を立ち輪廻から下脱するための最も効果的な方法は戒律の原種、瞑想の修行による八聖道の実践であるとする。神部仏教では 釈迦によって定められた戒律と教え、悟りへ至る知恵と慈悲の実践を純粋に守り伝える、姿勢を根幹に据えてきた。古代インドの俗語起源のパーリ語で記録された、共通の三蔵に依拠し、競技面でもスリランカ大事派の系統に統一されいる、点など、大乗仏教の多様性と比して、特徴的である。出家者と在家信者の関係は、 主張の無知前を上から啓蒙するといった、上から下への一方的な関係ではない。自力救済を目指し修行する出家者とは、在家者にとっては自分になり代わって、悪行を避ける営みに専念する存在である。属性の尊徳で言えば無用な存在ながら、脱俗し悪行を避けて生きる出家者を肯定し伏せする、ことで、在家者は苦徳を生む。銃腹蜜を取るが、腹蜜は、 人格形成のための日常的な所作としての位置づけで、大乗仏教のものと順序や名称が異なる。神座部においては古代スリランカにおける戦乱の時代に、ビクとビクニ、二層層が三賀が両方とも滅亡した。ビクの層がはビルマに伝播していたために復興が叶ったが、ビクニの層がはこれによって消滅となった。だが近年、台湾に残存する。 中国仏教の美国の伝統を使って、神三部の美国の総画の復興が図られているが、その正当性は、神三部が大乗を異端と見なしているということも、相まって、競技的に問題視されている。競技に定職しない形での女性の出家形態として、タイでは、メーチー、前回、ミャンマーでは、ティラシン、ティーラシンと呼ばれている、正式な美国とは見なされないものの、実質的には、 二としての出家生活を営む女性たちがいる。中国仏教では、部派仏教全体を指して、症状仏教と呼び、日本もそれを受け継いだが、症状とは、大乗に対して、劣った教えという意味で付けられた別称であり、神部仏教側が自称することはない。世界仏教との交流が深まった、近代以降には、相互尊重の立場から批判が強まり、徐々に使われなくなった。 1950年6月、世界仏教と連盟の主催する第1回世界仏教徒会議がコロンボで開催された際、少女仏教という呼称は使わないことが決議されている。仏教伝来以来、長く大乗相王の地とされてきた日本では、明治にスリランカに留学した日本人像である尺教禅、グナラ棚によって、神座部仏教の移植が試みられた。 また日本は明治以降欧米に留学した仏教学者によって北伝仏教の国としては最も早くパーリ仏典の翻訳南伝大蔵教と研究が進められた国である。しかし伝統的な仏教勢力が大勢を占める中で上座部仏教の社会的認知度は低かった。上座部仏教に由来する瞑想法である現代。 ヴィパッサナー瞑想が1970年代頃から世界的に広まったが、この時期には日本では普及しなかった。1990年代からアルバムデスマナサーラの布教活動を中心にして、神ザブ仏教はヴィパッサナー瞑想と共に日本に浸透しつつある。現在はタイ、ミャンマー、スリランカ出身の僧侶を中心とした複数の寺院や団体を通じて、 不協伝道活動がなされているほか、階段が作られたこともあって、日本人出家者、ビクも誕生している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。